ピアノのための12の練習曲、または単に12の練習曲は、クロード・ドビュッシーの最晩年のピアノ曲。1915年の8月から9月に作曲され、ショパンの強くにアラメモアールでショパン検定された。出版符は、第1部と第2部に分けられ、それぞれ6曲ずつで構成されている。作曲家のジャンバラケは、第1部は、指の柔軟性とメカニズムに、 第2部は、響きとリズムの探求に触れ当てられていると注釈した。世界初演は、1916年11月21日に、ニューヨークのジョージ・コップランド、1916年12月14日に、パリのワルター・ルンメル、そして1917年11月10日に、パリのマルグリット・ロンの三者によって分担して、行われた。世界初録音は、 それぞれ78回転のバラ売りではあるが、アドルフ・ハリスによって1938年に達成された。音楽表現においてショパンがドビュッシーに影響を与えたという明確な痕跡は認められないが、12の練習曲を作曲したとき、ドビュッシーの念頭に、ショパンの作品10と作品25の練習曲集があったと考えても不思議ではない。 ショパンの場合と同様に、ドビュッシーの練習曲集も単なる技巧の練馬のためだけのものではなく、いずれの曲においても卓越した技術と高度な音楽性とが不可分に結びついており、教育的な役割の練習曲の範疇にとどまらない優れた芸術作品となっている。初版の序文において、ドビュッシーは指使いは自分で探すことと書いており、楽譜には運指は 一切書かれなかった。そのため、日本では、ヘンデンとペータース版以外の大部分の楽譜には、文詞が書かれておらず、引き手にとっては、問題となるが出版された。だが、ドビュッシーは、第6曲において、親指は使わない方が良いと発言しており、序文と矛盾している。なお、マックス・レーガーも、左手のための4つの練習曲において、同様の趣旨の発言をしている。 下記において示された調整は便宜的なものである。ドビュッシーがこの曲集においても、機能化星法からしばしば離れ、しかも、境界戦法を活用していることは言うまでもない。十二音技法に発展していくシェーンベルクの調整の否定とは、対照的に、ドビュッシーの世界は、全音階化性が持つ体系から絶対性を取り去る、ことによって浮上する、自由が支配している。 主音の絶対性を弱め、時には消すことによって全音階の支配下から軽く逃れている。現代を直訳すると練習曲大番のためにとなるが、ここでは番号を先に示すことからのための練習曲と訳す。1951年に24歳のチャールズ・ローゼンが LP モノラル全曲録音を達成したことがわかっているが、これは ミシェル・ベロフと並び今でも最年少録音記録である。ローゼンは1961年にもステレオ録音の取り直しを行っている。ありがとうございます。